ちが強いかな。クワガタとヘラ。これは電前で動くおもちゃだよ。まずはこっちから行こうかな。クワガタ。クワガタが出てきたよ。よし。こんな感じ。こんな感じで、このノコギリみたいな角が特徴的だよね。そしてゼンマイ。ゼンマイはここにあって、足が1、2、3、4、5、6、6本ついているよ。そして、これを回してあげると、足とこのクワガタの角のところが、うにょうにょって動いているのがわかるかな？すごく、なんか気持ち悪い感じで動くよね。これをこうやって回して回して、よし、下の方に置くと、あ、こうやって少しずつ動き出すんだよね。ちょっと、ここだとうまく動かないから、この紙の上でやってみようかな。よし。よし。こんな感じ。ここの足を押さえると、うまくゼンマイを巻けるね。精一杯。あ、これで精一杯巻いて。離すと、あ、こんな感じで。動き出したよ。今度はヘラクレスオオカブト。ヘラクレスって名前がついてるから、とっても強そうだよね。お、出てきた。こんな感じ。この角のところが上と下とついていて、そして足の数はクワガタと同じ6本。それじゃあこれもこうやって回してあげると、ウニウニって足が動くのと、この下の方の角が上下に動くようになっているんだね。よし。それじゃあこれも足を押さえて、よし。こうやって、精一杯、ゼンマイを巻いていくよ。よし。こんな感じかな。そして、離すと、こうやって、動き出したよ。そして、このクワガタの羽開いて、それからヘラクレスの方もこんな感じで羽が開いて飛ぶこともできる昆虫なんだね。それじゃあこのクワガタとヘラクレス二つを戦わせてみようかな。よし、ゼンマイを思いっきり巻いたからハケを追い残った。お、止まっちゃったね。うまく噛み合って止まっちゃった。どっちが強いかな？よし。お、クワガタの方が強そう。角が下の方に入って押していくよ、どんどんと。